ダウンタウンの松本人志、60の大文春裁判が粛々と進行している。女性に男女の関係を強要したなどと、週刊、文春に報じられた松本が、発行元の文芸春秋などを相手取り、5億5000万円の損害賠償や、訂正記事の掲載などを求めた、裁判の第1回口頭弁論が3月28日に、6月5日には、弁論準備手続きが、 オンラインで行われた。松本側の代理人は、損害賠償額の上乗せの可能性を示唆。現在の請求額は医者料5億円に弁護し、費用5000万円というのが内訳だが、休業している期間の損害を上乗せする可能性があるという。松本は、文春との裁判に注力するため1月8日に芸能活動を休止している。一方、文春側の期、 田村洋一弁護士は、次回、8月14日までに、被告、文春側が、週刊、文春の記事で真実であること、あるいはその内容が真実と信じる相当の理由を有していたことを、主張立証することになりましたと明かした。松本が、テレビから姿を消してから5ヶ月、X、Q、ツイッターには、松本人氏を、 テレビ復活してしてててほいって思っ思るの国民の1割くらいだと思う残りの9割はテレビで見たくないまたはテレビに出てなくても何度も思わないだと思う松本人勝手に休業してるくせになぜ要求するのかといった厳しい声もあるが「まっちゃん早く戻ってほしいです」「そういえばまっちゃんっていつ戻ってくんのダウンタウンいい加減揃ってほしい」 何でもいいからはよ戻ってきてほしい。松本人志がテレビで見れんのマジで悲しいな。笑いって人生に必要だなって分かったわ。と擁護する声が多数寄せられている。指揮者からも指摘がありましたが、休業分の損害を上乗せをするということからも伺えるように松本さん側は相当強気の姿勢ですよね。 そんな松本さんですが、以前から自宅に仲の良い後輩芸人を招いて食事会をすることがあったんです。そして、文春との裁判が始まった以降のタイミングでも食事会が行われ、後輩芸人らが参加したと言いますね。松本サイドが目指すのは完全勝利。お笑い界のトップに君臨する松本の自宅、気候バラエティ番組、クレイジージャーニー。 tbsk で松本と共演しているバナナマン、設楽光る51と小池栄子43も松本の自宅マンションを訪れたことがあると明かしている。2023年12月の番組で小池は大きく両手を広げながらこんなに広い玄関30人くらい寝られますよねと設楽も寝ましたもんねピカピカの大遺跡で 松本宅の玄関の広さを説明。セキュリティ面も万全のようで、タラは目的の部屋に入るまでに二度と行けないなっていうルートを通っていくとも明かしていた。小池は2020年1月放送のダウンタウンなあ、フジテレビ系でも松本宅について、天空の城のラピュタみたいだった、日本でこんな家が存在するんだとその印象を語っていた。 松本さんの自宅は都内の一等地に立つ超高級マンションの一室だと言いますね。そのとんでもない豪華な自宅でたびたび後輩芸人や小池さん、設楽さんなどの仕事仲間が集結する食事会が開かれるということなんでしょう。それで文春との裁判が始まった以降のところでもそれがあったと。そこでは基本的には近況を報告しあったり、 何気ない会話が繰り広げられたのではないでしょうか。活動休止後も松本さんは変わらず元気なようで、そして裁判についてはしっかりと最後まで戦うという強い意志があったと言いますね。前室の民放キー関係者。松本側の代理人も6月5日の弁論準備手続き後の取材に松本は髪型は金髪でこれまでと変わらず元気ですと明かしていた。 休業分の損害を上乗せをするというのも松本さんの徹底的に戦うという意志を込めた戦略なのではないでしょうか。仕事の関係者でもこの方針を受けて松本さんは完全勝利を目指していると感じた人が多くいますね。一方で当然文春側も引くつもりは一切ないでしょう。五億五千万円の請求に加えさらに休業分もプラスして払うなんてことは 文春側ととししたらら絶対にありえないことでしょうからね当然ながら徹底抗戦の構えでしょうしそもそも自信があるからこそ大々的に記事を出したわけですからね次回の8月14日には記事の真実性を立証する明確なものが出てくるのかもしれませんね双方が和解するというのは現状としては考えられないと見られています。 裁判の開始前から言われていましたが、やはり長期化は必至なのではないかと。当初、指揮者が指摘していたようにまだ数年かかる展開もありそうですね、全道。となると、どうやらまだまだ先になりそうな松本のテレビへの復帰。復活期待の声が SNS では多数上がっているが、果たして今後の展開は